1月24日全国農業協同組合連合会愛媛県本部の岡本会長および愛媛伊予柑大使の一行が県庁を訪れ、中村知事を表敬訪問しました。岡本会長からは、今年の伊予柑は糖度が高い上、酸抜けが良く非常に美味しく育った旨、中村知事に報告しました。また2013愛媛伊予柑大使の川島彩香さんは、味よし、色よし、香りよしと三拍子揃った愛媛の伊予柑を全国の皆さんに精一杯 PR したいと抱負を語りました。試食した中村知事は、今年の出来は非常にいい、皆さんのチャーミングな笑顔と愛媛の主力商品である伊予柑の魅力を全国の皆さんに伝えてほしいと激励しました。